畠山元特には南北朝時代から室町時代の武将守護大名家系は足利市一門の畠山市畠山義信の着難子に三家万行がいる元の字は初代鎌倉久保足利元氏より延期の授与を受けたものとされているが活動としては元氏の兄義明から続く足利将軍家に仕えて 室町幕府、侍所頭人、第六代官僚、越前、越中、能戸、河内、山城、紀伊守護を歴任した。天寿二年、永和二年に侍所頭人に就任。天寿五年、攻略元年に、父が死去したため越前守護を継承したが、同年の攻略の政変で官僚となった、柴義行と越中を交換、越中守護に変わった。また、 能登は当初は、吉見氏より、ついで、本城宗成が、守護職であったが、いずれも失脚したため、元中8年、明徳2年に、元国が守護となり、以後畠山氏の文国となった。後は2年、英徳2年に、楠木正則追悼を命じられ、正則に代わって、河内守護に就任、畠山氏の河内経営の拠点となる和解城を、築城した。 明徳3年1月、楠木正勝の守備する、千早城は落城し、正勝らは、山和国の吉野戸塚川方面へと逃走した。楠木氏は60年以上続いた最も象徴的な、根拠地を失ったのと同時に、畠山氏は、明日ともに、河内国の支配者となった。また、元中8年、明徳2年に、山梨が放棄した、明徳の乱では、 幕府方の一員として参陣翌年から大江元年まで侍どころか白人に、再任、山城守護も兼任した。大江5年6月には、柴義之の後継として、官僚に任じられ、大江11年7月までの6年間を務める。大江6年に、大内義弘が放棄した、大江の乱でも戦い、戦後、義弘の領国だった、紀伊も領有。 摂津軍と山和内軍の文軍守護にも部任された。王恵十三年一月十七日、五十三歳で死去。着難の三家が当時失脚していたため、家督は、次男の万行が継いだ。法号は、長禅寺戸の春井は徳元。後に万行は三家に家督を譲り、野と一国を領有。子孫は文家として、三家の系統の本家を支えていった。元国は、 畠山市で初めて官僚となった人物であり、室町時代に畠山市が参官令化となったことから畠山市の中高の祖と言われている。ありがとうございます。